これ買ったらちょっと生活楽になったなってものをご紹介してほしいってことだったので、今日はそのものをしっかり紹介していきます。ででん、では僕が買ってよかったもの、てかカバンの中身ですね、第3位からご紹介していきます。ででん、第3位 Kindle です。 Amazon の Kindle ペーパーですね。ペーパーじゃない、普通の僕は Kindle です。なんしてこの Kindle に関しては1万円前後で買えて、なおかつ本が持ち歩かなくてもこの中にも何冊も何冊も入るから、あのカバンの中が重くならなくて済むんですよ。なんでこの Kindle はかなりおすすめでございます。はい、しかもこうバックグラウンド、バックライトがついてるんで、夜とか携帯ばっかりいじっちゃうなって方は、いや携帯じゃないと、携帯やるとブルーライトで眠くならないぞって方、夜寝れないって方はもう今すぐこの Amazon を買って、 Kindle ペーパーを買って、 Kindle を買って、これ最近あの Kindle Unlimited っていう、あの読み本が読み放題なんですよ。月額980円で Amazon 登録すると、そうすると何十万冊の中からいろんな本を選ぶことが可能なので、ぜひちょっとこれを買ってみてください。生活に張りが出ますし、知識の幅がどん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 増えていきます。たくさんどっからインプットしてるんですかって言われることが多いんですけど、やっぱりこう本だったりとか動画だったりとかがやっぱ多いので、その中で特にこのツールはかなり使えます。これを買うと、あの本を持ち歩くなって済む。なおかつハイライトとかで大事なとこはメモできるんで、そこは後からまとめて携帯で見ることもできるんで、こいつはおすすめです。ぜひ買ってみてください。圧倒的ですね。次、ででん、第2位、僕はこのノートです。僕が使ってるのはおしゃれなセブンイレブンで買えるんですけど、ちょっとリングがついてて、なおかつ B5 サイズのノートですね。これをサイズか幅に入れてもすごくちょうどいいし、これに毎日のやることっていうのを書いてあるとか、自分の考えとかをより深めたいときには紙に書くと自分の脳の中身を客観的に見ることができるんで、すごく便利なアイテムとして使ってます。だから基本的にこう、なんかこう考えれないな、思考含まんないなっていう時って、だいたいこう紙に書かないでそのまま脳で思考してる時なので、しっかりこう自分がやりたいこととか、このこうこれからのお店の戦略的に物事を考えたい時、新しいこうお店のことを考える時、絶対にこの紙に書いて、お気に入りのペンを使ってやってますね。このペンはちなみにボールペンにもなるし、スマートフォンとかね、もうこれが圧倒的第1位ですね。斉藤が買ってよかったの第1位、これ AirPods Pro。 なんでかっていうと、 AirPods Pro は、すごいんですよ。何がすごいかっていうと、ノイズキャンセリング、もう周りの音が入ってこない。前もちょっとディズニーランドの動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、これがあると、例えばじゃあちょっとあの周りの音がうるさいなっていう時にイヤホンをつけて、こう消音モードってやつを使うと、そのブンってなるんですけど、そのときにノイズキャンセリング、自分の音しか聞こえてこないんですよ。だから僕の、また今度ルーティーンの動画も撮るんですけど、朝のルーティーンで瞑想をするんですけど、瞑想するときもイヤホンつけてやったりすると、もう全く外の音が入ってこなくて、他にも僕いろんな集中をしたいので、こういろんな耳栓を試してみたんですけど、どんなにいい耳栓よりも AirPods でノイズキャンセリング使うのが一番周りの音が入ってこなくて集中もできます。しかも他の動画で勉強したいときとかは、このしっかり AirPods で聞くとね、ちょっと外音が入ってこないんで、一本動画にのめり込むことができます。そうすると今まで以上に吸収率も上がるんで、そういう面では AirPods Pro おすすめです。しかも充電も結構持つようになっているのでいいかなと思います。しかもデザインがかっこいい。だから僕はこれとスマートフォン、 iPhone と Kindle と、あとアプローチとか Mac も使ってるんですけど、その辺のアイテムを使うので、ぜひぜひ試してみてくださいってな感じですね。で、僕の買ってよかったもの第1位は圧倒的 AirPods です。ででん、では皆さんも試してみてください。今日は第3位 Kindle、 第2位セブンで買えるおしゃれなノート、第1位 AirPods Pro。 この3つが僕の常に持ってるものなので、その中でこう有用性が高いものを紹介させていただきました。では皆さん、今日も一日楽しみましょう。では。